ちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう僕に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。そろそろ出発の時間だ。行こう。怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？あっ！誰？Thank you.
大丈夫？あ、巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそきそば。師団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。